ただいまよりこの第2部の開演ということでございまして、一番最初に上がりますのが、プロの芸人の桂歌岡でございます。 でまあ、まあ普段からこの寄せに出ておりますので、自分の出番直前まで大勢お客さんがいて、それ人が終わった後半分ぐらいに減るっていうのはよくあるケースなんですが、ただ、芸人としてはがっかりしますよね、つい先日もありました、まあ寄せに出てまして、その寄せの世界でもって、一番偉いのは、一番最後に上がる人、鳥でございます。 そのののの次ににに偉偉いいいがが入り、まあ、休憩の前に上がる芸人のことをねえ、まあ、2番目に偉いわけでございますでつい先日はどういうことがあったかと言いますと休憩の前に上がる師匠が小遊三師匠で休憩を挟んで食いつきと言いますがその後に上がる芸人のことをね私だったんですね。で小遊三師匠が終わったところでやっぱりこの状態になってしまう <laughs> まあただ、芸人というのは、どういった場面においてもしぶとくやるのが役目でございます。ですから、私の後に上がる第2部の芸人さん、芸人というか、生徒さんたちも、そういったまあ精神的な鍛錬だと思って、最後まで勤めていただければ幸いでございます。この発表会というのは、生徒さんそれぞれ演目が出ております。ですから、事前にこのチラシをいただいた方というのは、今の時代は便利です。 演目を検索して、ああ、大体こういうお話なんだなということが、まあ、お分かりになるんじゃないかと思います。私がこれからお話しいたします、元犬というのは、輪廻転生、英語で言いますと、リーカーネーションでございますが、だからなんだと。<laughs> <laughs> まあね、輪廻転生というのはこの人類にとっては大変なテーマでございますが、まあ、それが落語になるとどうなるか、まあ、これから聞いていただきたいんで思いっておりますけどもこの輪廻転生というこの概念は仏教の概念でございますつまり因が応報人間何かいいことをするといい見返りがある悪いことをすると悪いことがあるだから人間というのは行動というのは正さなくてはいけないんだよ、まあ、これはまあ当たり前でございますただ私 まあ前世があるのかどうか分かりませんが、今こうやって落語家をやっております。落語家というのは人から笑われる商売ですから、前世でよっぽどそういう笑われることをしたんじゃないかなと。ですから、ここで存分に笑っていただいて、まあ、私のこの業というものを落としていただきたい。まあ、皆さん方の協力が必要でございます。で、そういった概念というのは、まあ、昔から小話もあるわけでございます。さあ、ある漁師さんでございます。その漁師さんがこのお寺のお坊さんとこんな話をしておりまして。 王将様よおら漁師やってるだでこないだ話聞いたんだけども何でも人間ってのは因果応報ってのがあるんだってなうん人間というのはな誰にでも因果応報というものがあるあれまあ誰ばおら漁師で動物いっぱい殺してきただよってことはおら来世はどうなるんだべかなあ漁師というのはな仕事としては大変尊いものであるがお前は動物生き物を殺生してきた。 だから来世は動物になるぞ。あれまあ、それは困っただな。俺、あれか、あの、よく熊売ってるから、おら、熊だな。うん、お前は間違いなく熊に生まれ変わるな。だればあの隣村の傭兵はどうなるだ？傭兵も漁師なのか。うん、ただ傭兵の場合は馬も、鹿も両方やってっからな。来世はどっちになるんだべかな。ああ、両方だったらバカになるななんていうね。<laughs> あまあこういう話ってのはあんまり当てになったもんじゃありませんが <laughs> 中にはこの人間が動物だけじゃない動物がこの人間に生まれ変わるなんて俗説もあるそうでございますさあ蔵前の八幡様でございますんそこに一匹の白犬がいまして大変この人間になついているあ大変この頭もいいということで産経に訪れるお客さんから「お,お前はかわいいね白や白えお前は来世はきっと人間に生まれ変わることができるよ」。 もそ、うん、そのののすすっっかりこのその気になってしまいまいさあなかなか賢い犬でございますので日頃からこの八幡様にいろんな人間がお参りに来るのを見ているああきっとね人間のようにここにお祈りすればいいんだろうということで、えー、お祈りを捧げます3二十一日の満願の日一生懸命拝んでおりますと一陣の風がさーっと吹いてくるすると体中からなぜか気が抜けてしまってあららら一体どういうことだよこれえあららら 人間になれるよう拝んでたのに俺はハゲになるつもりはないんだよなんで毛が抜けあおお、指が伸びてお、後ろ足で立てるようになった二足歩行、人類に進化したやった俺は念願の人間になれたんだやっとだよやあ、こうやって普通に日本語も話せるようになったぞすごいななんか楽しいな 今までと違ってこの目線も高くなったしはあ楽しいななんかすがすがしいなああでも急に腹が減ってきたあ,あそうだ今まではなんかこの餌をおねたりすれば人間が餌くれてたんだけど人間というのは自活しなきゃいけないんだったうわあ案外世知辛いなお金稼がなきゃいけないんだよなでもあたら一文なしだしなどうしようかなあいいとこにカズサヤの旦那がやってきた あの人は確か口入れ屋っつってねいろんな店に人を紹介する商売やってる人なんだあの人に行って仕事紹介してもらおうそうするとお金稼げっかな「稼げる旦那こっちです」って「おおんだあんた!」「すっぱだかと思って歩いてなんかあったのか!え」「えっすっぱだかあ本当だ今まで服着る習慣がなかったから <laughs> すいません <laughs> ちょっと暑いんで <laughs> いやいくら夏だからってその格好恥ずかしい」。 分かった。きっとあんたあれだろう、こう、田舎の方から江戸へ出てきてた、ね。それで、追い範囲かなんかで身ぐるみ剥がされた、そんなところだろう。はい、そうですあ。やっぱりね、まあまあしょうがない。じゃあね、私今羽織を着てるからあ、これをね、上に着なさい。うん、そうすればね、少しはごまかせるだろうからね。あどうもありがとうございます。で、なんで私のことを知ってるんだい私は口入れ屋だよ。<laughs> あの、ああの、カズさんとこ行けば、きっと仕事紹介してもらえると思って。 なるほどまああんたどこの国の石とかは知らないけども私の名前を知っててあそれで訪ねてきてくれたというわけかおおだったら話が早いここで会ったのも何かの縁ださあさあ私の店へおいでどうせねそうやって身ぐるみ離されたんだお腹だって空いてるだろうありがとうございます <laughs> 腹減って死にそうだったんですおおそうかいそうかいさあさあここが私の店だよ あーすまないね今帰ってきたんだいやいやいやあのねどっかちょっと出かけようと思ってたんだがいやー気の毒な人を拾ってね見ての通りの <laughs> 追いはぎにあったらしいんだよだから悪いけど誰か着るものをそとお腹も空いてるみたいだからあ何か食べ物をね、うん、さあさあお前さん奥の方行って適当にやっておくれ、うん、で着物とね何か食べ終わったら私んところへ戻ってきておー早かったねどうだったいおかげさまで落ち着きましたえ お腹もいっぱいですしねこうやって着るもんまで用意していただいて本当にありがとうございます」。ああそうかい。いやでも私の見たところお前さんなかなか素直そうだね。うん何て言うんだろうね。こう人を裏切らない何かこう忠犬のような感じがするね。<laughs> 本当ですすかありがとうございますでね実はそんなお前さんに紹介したい仕事があるんだよ。いやというのもねある大化のご隠居さんだ。 「その人はこの女中で元さんという方と2人暮らしなんだがこの日頃から話し相手を欲しがってたんだよ。お前さんはなかなか真面目そうだしねそこへ案内してやろうと思うんだがどうかな?」。「ありがとうございますあの。仕事さえいただけるんでしたらどこへでもついていきますよ。ええ。 本当にいるみたいなこと言うんだね、うん、まあまあいいや早速だけど案内しようじゃないかな何しろね、お前さんその隠居さんとこ行ったら住み込みであの食べるもんにも困らないからねさあ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 、ここだよここちょいと待ってておくれ数屋でございますがなええ、あの前から頼まれておりました若い者を連れてまいりましたさあ、あとはな、お前さんの器量次第だから仲良くやっておくれどうもありがとうございましたどうも初めましておー、お前さんかい カズセやから話は聞いてたよああ今までいろんな人が来たけどね私のことを変に喜ばせようと思ってわざとらしいんだよどうもそういうのは気に入らないんだなお前さん何かこう自然な感じがするよあじゃあちょいとお前さんの話から聞いていこうじゃないかお前さんどこの生まれだよあ私ですか、ええ、私はですねあの蔵前で生まれました蔵前変だね 片瀬屋はなんかどこか田舎の人だって言ってたんだが黒前だったらすぐそばじゃないかああそばい倉前のどこだいえ、あの、黒前のねあそこの八幡様の突き当たりのとこです <laughs> 八幡様の突き当たりって言ったらあそこは確かゴミ捨て場じゃなかったか <laughs> はい、そこで生まれましたやっぱバカな人間がその ああお前さん自分を卑下して言ってるんだねゴミ捨て場のようなところだとうーんまあまあそういうことにしとこうじゃないかでお前さんあの両親は両親って何ですかだからお父っつぁんおっかさんだよお父っつぁんおっかさんああオスとメスですか何 <laughs> だオスとメスですかってのはまあまあいいやでどうなんだい、ええ、あのですねオスの方はですね誰だか分かりません ただあの近所の人の噂だと八百屋のブチじゃないかって言ってるんですよ。ええ、であのメスの方なんですけどあのあたいたち兄弟産んですぐあの外国から来た毛並みのいいのにくっついていっちゃったんですよ。それっきり合ってません。<laughs> そうかい苦労したんだねお父っゃんが誰だかわからなくておっ母さんはお前さんたち兄弟を産んで男についていった。はあ 恥ずかし苦労したんだねでお前さん方兄弟は何人だい兄弟4匹です何 <laughs> だ4匹ってのはでお前さんは4番目一番下かいじゃあ上のお兄さんは上の兄貴ですか上の兄貴はねあの生まれてすぐあの近所の子供たちに川におっり込まれました <laughs> はあ、はあ、恐ろしい世の中そんな恐ろしいことがあってはっていないいけないいけないはあそうかい2番目のはどうしたんだい 2番目ですかええ2番目のはねあの道端で遊んでる時に第8車に轢かれましたはあ、交通事故か気の毒だねじゃあ3番目のお兄さんはああ3番目ですか3番目はねなんかあの近所のなんか女の子に拾われてきましたそうかじゃあおまさんは生まれてからたった一人で暮らしてきたんだね いやー天外孤独だねそうか昔からのことわざで言うねうんなんか木から降りた猿みたいな何ですっていやだから木から落ちた猿猿ですか猿は昔から権限の仲と言いましてね何怒ってんだ <laughs> まあまあお前さんのそういう部分に触れちゃいけないってことだねあじゃあもうよそうじゃないか分かったあそうだお前さんの名前を聞いてなかったよお前さん名前何て言うんだい 名前ですかあたい名前は特にないんですよ。いや、そんなわけないだろう。なんかあるだろう。なんかって、ただ近所の人はみんなあたいのことを、あの、しろって言ってましたよ。だ、それはあだ名だろだから、ただしろって言ってたんですよ。おお、ただしろってか。の <laughs> いい名前だうん。じゃあね、そのただしろさん。あの、とにかく、かずせいから話は聞いてると思うがね。あたしとうまくね、話をね、合わせてくれればいいんだよ。ううなんかこう。 そうやって気持ちちが落ち着けばいいんだであと家のことはあの女中で元というのがいるからああまあでもお前さんにもねいろいろ手伝ってもらうあ,あいろいろ喋ってるうちに喉が渇いてきたなお茶が飲みたいんだが私はね普通のお茶が飲めなくてほうじ茶しかダメなんだよあ,あお前さんすまないあのそこにあの茶をほうじるほいろというものがあるんだがそれをちょっと持ってきてくれないかなんですねだからほいろ。 「何りだい <laughs> ホイロですよホイロうわなんだよこの人は分かんない人だねおいおいおいちょっと元元元はいないか元はいるのか元はいるかはい今朝ほど人間になったんです」<laughs>。